方でございます。はい、世界ヨーヨーコンテストチャンピオンでございます。うん、鈴木宏之さんです。世界チャンピオン。若いですよね、鈴木さん。二十歳です。二十歳で世界一。はい、ヨーヨーなんて、なんか日本よりなんかね、海外の方が、なんか技とかすごそうやけど。でもないじゃないですよね。世界一ですね。これちょっと見せてもらいましょうか。世界の絶賛の神業、ヨーヨーマスター、鈴木宏之。ほうほうほう。コイン落としというのをちょっとやっていただきたいんですけど、はい、コイン落とし、はい、フットボールアワーの岩尾さんでちょっと協力していただいて、500円玉を耳の上に乗せていただいて、耳の上って絶対当たりますやん、そんな。いやもうそれ多少は当たるよ、ええ、もし痛かったらグッと我慢してくださいお前血いてたらお前ゴミ箱探しよ、ちゃんと何ゴミにしてたい世界チャンピオンが挑戦、ヨーヨーコイン落とし。じゃあちょっと、ここの耳に、横に置くんすか、怖っ。俺動くで、だってじゃあ行きます、はい、はい、お願いします。あの失敗したら救急車呼んで、救急車呼んで、はい、のんちゃん目するときや、行きます。緊張しますね。おーいって俺のんちゃん目開けた方がええねんて顔の方に行って、動くなよ、うわやばい、動くなよ、コントロールしてもコントロールしてね、すごいね、ほとんど痛くなかったです、かっこよかった、はい、どうもありがとうございました。